お疲れ様ですそれでは FX オリガル日20週目の材料からの見通しこちらの方を、うん、やって進めていこうと思いますね、えー、20週目は5月13日月曜日から始まって17日金曜日までの5日間でございます、まあ、あの基本的には今までと同じように、えー、テクニカルで進めていけばいいんで材料はねそこまで大きく作用しないと思いますで月曜日は早速なんですけども 8時50分にマネーストック出るんですが、それ以外はまあ何もないような状態でね、えー、本当に19種目のラスト、ここからの続きでやっていけると思います。月曜日から積極的にエントリーしていきましょう。で、火曜日ですけども、火曜日の材料も立ち上がりはまあ非常にね、えー、弱いと言いますか、材料に左右されずに進めていけるのかなというところです。時間を進めてみまして、夜、アメリカの材料は続くんですけども、このパウエルさんの ね、FRB 発言ですね。この23時に出るもので、どのように動くかってところは一つ注目です。ただ、そこまで大きく新しい発表があるとも思いませんので、えー、あまり気にせずに進めてもいいんじゃないかなと思うんですよね。で、水曜日、す、え、で、ー、に日米からの発表はありません。で、えー、夜になりまして CPI が出ますんで、これはね、これはちょっと動くと思いますよ。 おそらくパウエルさんの発言よりもこちらの CPI の方が正直に相場に働きかけると思います。えー、ただ、円安が進むのは同じなのかなと思いますので、まあ、木曜日の朝までにはね、まとまっていくんではなかろうかと思います。さあ、そして木曜日の朝ですけども、日本から材料が出ます。GDP の速報値ですね。まあ、これにつきましては、おそらくまたね、 円安が進むような数値が出るんではなかろうかと思いますけども、慎重にここはしっかりと相場の乱れをね、意識して収まりつつ、まあ、午前中までには収まると思いますので、そこからのエントリーでいいんじゃないかなと思います。はい、えー。円安に向かって同じようにテクニカルで勝負できるんじゃなかろうかっていうところはね、変わらないですよ。 はい。そして金曜日ですが、金曜日ももう立ち上がり何も出てこないんで、えー、あと夜もアメリカないですね。はい。まあ、こんな感じでね、FRB と、それからこちらにありましたあ、GDP の速報値ね。こちらの2つはちょっと気にしないといけないところですけども、おおむね1週間、第20週も材料に左右されずに進めていけるんではなかろうかと思います。テクニカルで勝負ですね。それでは。